どうもどうも、佐賀エメラルドビヨンドドハマリ男です。そしてこれが100万円です。はい、本日は2024年5月7日5月7日でして、週刊少年ジャンプ22-23合併号、読み切り、仮面キタンテオ、後藤東吾先生、松浦健人先生の読み切りの感想です。この両先生は、以前ほの見える少年、ほの見える少年を連載されていた、コンビでして、原作は後藤東吾先生、作画は松浦健人先生です。今回この仮面をかぶっている男性と女の人と少年っていう感じの扉絵なんですけど、なかなかかっちょいい読み切りだったと思います。舞台は19世紀のベネツィア、仮面をめぐる物語なんですけど、とにかくこの舞台、ヨーロッパベネツィアの舞台の、背景とかそういうのがすごいかっこいいなと思いました。絵がかっこいいですね。そして、満月、月がすごいでかかったりとかするんですけど、設定の方は、まあ、能力を持っている仮面が散らばったのを回収していくというような感じで、その中で、石化する事件、人が石化している事件みたいのが、発生していて、その謎を探っていくみたいな感じですね。まあ、石化、ヨーロッパの世界観で石化といえば、まあ、おそらくメデューサとかその辺だろうなと思って読んでいたんですけど、まあ、物語の読み切りの真相のあたりはちょっと意外性があって面白かったです。まあ、登場人物が少ない、そんなに多くなくて、怪しくないやつが、犯人なんだろうなみたいな感じの読むと、まあ、その敵の正体っていうのは、まあ、推測できるんですけど、なぜかちょっと予想外っていう感じでしたね。そして、まあ、読み切り全体の、感想を話してみると、まあ割とよくあるタイプの読み切りだなという感じでした。この読み切りをプロトタイプとして連載になったとしたら、まあ、ヨーロッパ各地に散らばっている能力を持っている仮面を主人公が回収しながら、敵側がになるようなやつが出てきたりとか、そもそも仮面の秘密みたいなんとかに触れながら、最終的に主人公が求める仮面を手に入れて最終回みたいな感じの物語になるかなと思います。ですので、まあ異能がある、超能力的な超常の力を持つ仮面という設定で、それを回収するという物語は、まあめちゃくちゃ新しいっていうよりは、今までによくあった設定だなという気はします。現在の連載人と、重ねて考えてみますと、一番近いのはカグラバチかもしれませんね。カグラバチは、能力を持っている妖刀を回収していく話ですから、まあ、主人公の状況とか、時代設定、舞台とか、カグラバチは一応架空の日本の話ですから、まあ、ベネチアの話とは、舞台は違いますけど、能力を持っているアイテムを回収していくという意味では、設定は近いかもしれません。そうですね。一番現在の連載人の中ではそれが一番近いかもしれませんし、最近始まった願いのアストロとかは、アイテムを集めるわけじゃないですけど、能力に覚醒した、義理の兄弟、ヤクザの長男の義理の兄弟たちに会っていく話ですから、まあ、能力を巡っていくという部分では結構近いかもしれません。まあ、そういう意味では、まあ結構よくある設定の、ジャンプ漫画読み切りという感じですけど、まあ絵の雰囲気とか、また19世紀ベネチアというその場所の選定とか、そういうところがまあズバ抜けて、かっちょいい感じですので、まあかっちょよさで引っ張っていくというと、まあ原作の方に失礼かもしれませんけど、まあスタイリッシュさでいけるんじゃないかなと思う
感じです。まあですので、まあ物語の内容は普通だっていうのを踏まえた上で、かっこよさで押し押しでいくのがいいんじゃないかな。うん、きっと多分この、物語の世界観の雰囲気とか、もしくはキャラクターの、デザインとか、そういうところが好きっていう人は、たくさんいらっしゃると思いますし、ほの見える少年もまあ結構短めで、終わったんですけど、まあツイッターとかを見ていると、根強いファンの方はいらっしゃいましたので、うん、この仮面キタンテオがそのまま、ジャンプ本誌で連載になるかっていうのはわからないですけど、まあ、結構いけるんじゃないかな。まあ例えばジャンププラスとか間口の広い、発表場所とかだったら、より人気を得るんじゃないかな、そんな風に思いました。はい、以上です。結構面白かったです。ほの見える少年も、まあ、なんだかんだ言って好きな作品だったので、この涼先生の新連載を期待するばかりであります。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。